パスガードフィットネス始まるよ。こんにちは、パスガードフィットの白木山の大輔です。今日はついに出ちゃいました。自己紹介お願いします。メイです。はい、なんか言ってよ。何言えばお名前は名字も行きましょう。みわりこです。みわりこです。はい、今日のテーマはね、ゆこちゃん、今日のテーマはネズミ捕りっていう話題です、ね、相手はパスガードしてきた時に締めて1本取るのをやるから受けて、ね、顔を描いて大丈夫なのかな。相手が、まあ、この要は多分おおよそ右パスの方が多いですよ、全体的に。で、左のエリアを最初から持っといて、だいたい横にステップパスしてきた時に、横にステップしてきた時に、この手で頭を、エリア、中に入れちゃいます。できる限り。で、入れたら、当たる部分は、ここ。この部分がしっかり当たるようにして、頭を中に入れて、挟み込む。だいたいこの首の下に手を入れて、持って、横に回ってくるので、横に回ってきたら帯しっかりここで持ってしっかりこう引き剥がすようにしてできたら、このままでもこう決まるんですけど、このままこう縦線状になって横に繰り返す、この状態で、まあ、脇をすって下抜きをすると、さらに1本取ることができます。この状態から相手がステップパスしてきて、この襟でも最初からこう防御してるように作る。で、頭を相手が突っ込んできたときに、このまま中に瞬間的に入れます。中に入れて、で、相手はこう首の下をすくってくるんで、すぐにこのサイド取らせながら、この帯を持って引きつけるようにしよう。で、このままでもしまうんですよね。こう、肘を、床につけるようにして、帯もお互いの肘をこう床にこうつけるんですよ、しまいます。同時にこう線状にしてこっちにブリッとすると、さらに腰を切ると締めることができるので、今5分って言ったんですけど、まあ、こう結構ね、怖い先輩に抑え込まれたらね、ぜひ使ってみてください。ポイントはこういう感じですね、はい、最後一言何か言ってください。得意のダンスしないですか？なんかしてください。はい、いいっすよ。ありがとうございました。パスガードフィットネス、パスガードフィットネス、ご視聴いつもありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンお願いします。